creeping up on me. This frostbite gets deep into my bloodstream. Just trying to make the most of it. Babe, I miss your body. はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、レンズの紹介になります。レンズね、買ってみました。それがね、こちらです。じゃじゃん、シグマの 16mmF1.4 のレンズを購入してみました。正式名称はシグマ 16mmF1.4DCDN というレンズになります。僕のところにもね、ついに、シグマのレンズがやってきました。今日はね、こちらを見ていこうと思います。ミラーレス、ソニーのね、ミラーレスを使ってる方からすると、比較的皆さんこれね、使われてる方多いと思いますんで、これからね、ソニーの純正レンズ以外のね、レンズを検討されてる方にも、ちょっと参考になればいいなと思って、今日は動画にしていこうと思います。じゃあ早速これね、細かく見ていきましょう。はい、ということでね、シグマのレンズでございます。僕が持ってるレンズの中では比較的大きめのサイズになるかなっていうふうに思うんですけど、なるかなというより、まあ大きいですね。僕が持ってるね、単焦点レンズと比べるとかなりこの高さ、長さが、ありますね。でなおかつ大口径、かなりレンズの幅が広いです。大きさが広いです。そうですね、67π あるので、僕が持ってる中でまあ一番大きいですね。でここに、はい、レンズフードがついてます。こんな感じで、はい、こんな感じでつけられますね。でなおかつ、16mm、 この大きさながら 16mm のレンズということで、かなりの広角で撮影することができます。 F1.4 っていうね、かなり高い F 値のレンズなので、ボケます。はい、しっかりボケてくれます。こちらの、ね、レンズ構成の方が13mm×16mmで、ソニーの E マウントで、別で、キャノンの EFM マウントとマイクロフォーサーズの、レンズが、このシリーズで出ていますね。で絞りバネの方が9枚で、円形絞りということで、ちょっと今これね、絞りは動かないんですけど、9枚あるので、比較的円形に近いのかな。はい、なのでボケ感なんかもね、綺麗にボケてくれるといいなと思います。玉ボケとかですね、出てくれるといいなと思いますけど。最短撮影距離ですね、最短撮影距離が 25cm ってことなので、比較的ね、近くまで寄って撮ることができますね。僕の持ってるね、ソニーの SEL35mmF1.8 のレンズとちょっと比べてみましょうか。はい、じゃあ 35mm のレンズ持ってきました。どうですかね。よっ、フードつけてもこんな感じです。こんな差すごいですよね。この差、35mm は僕結構気に入ってるレンズではあるんですけど、この 16mm も、言ったらこの F1.4 で 16mm で広角で撮れてっていうレンズとしては許容範囲かなっていうふうには思います。確かにでっかいんですけどね、かなり差がありますね。じゃあ次はソニーのこれ、はい、16mmF2.8 比べてみましょうか。大きさどうですかね。これこの差やばくないですか。これ同じ 16mm ですよ、にもかかわらずこれだけの差があるレンズと。じゃあね、次、今 50mm のレンズ使ってるんですけど、これをね、 16mm の方に変えて撮ってみたいと思います。はい、ということでね、普段から、皆さんご覧になってる絵っていうのがこういった感じ、 50mm の F1.8 を使って撮っています。距離の方が、手2本分ぐらい、2本分ないぐらいの距離で撮ってるんですけども、それを、カメラの位置このまんまでこの 16mm に変えたらどれぐらいの絵に変化するのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあレンズ変えていきましょう。せーの、はい、あれ、真っ暗ですね。ちょっと調整してみましょう。はい、ということでレンズの方ね、変えてみました。これが 50mm の F1.8、 今つけてるのがシグマの 16mmF1.4 になります。どうでしょうか、この画角の広さ。ちょっとね、いざつけてみてしまったなっていう感じはあります。はい、なぜかというと、ちょっと映したくない部分までね、映っちゃってるっていうのがあるので、
まあこれやっぱ使いどころっていうのはね考えた方がいいですね。ただいかがでしょうか、この解像感みたいなのもね、まあ比較的ね、綺麗に出てるんじゃないでしょうか。広角なので、まあ、今この状況だと、まあ、ボケにくいです。背景との距離が少ないので比較的ボケにくく、まあ、全体的にスパンと映ってるかなと思うんですけど、ちょっとこれね、まあ、F1.4 なのでやっぱりボケ感っていうのを楽しむレンズだと思うんでね、ちょっと頑張ってぼかしてみようと思います。はい、ということでね、今 F1.4 で撮っておりますが、かなり前の方来ました。前の方来たのでどうです、後ろのボケ感かなりすごいですよね。で今ちょうど手1本分ぐらいまで来ました。はい、本来だったら手2本分ぐらい離れてるのでこんな位置です。はい、それが、先ほどと同じように手1本分まで寄って撮ると背景っていうのはこれぐらいボケてくれます。いやーすごいですよね、いいボケ感ですよね。もうこう被写体っていうのがねかなりくっきり浮き上がってくれるっていうのがこの F1.4 の良さかと思います。まあ、このねレンズの動画性能に関しては、まあ、フォーカスオートフォーカスに関してはかなり、早いというか、どうです、ちょっとレンズでやりましょうか。レンズを、はい、どうですかね、フォーカスがバシッと決まってくれますよね。なのでオートフォーカスの性能っていうのもかなりいいかなと思います。ただこれを写真に変えた時っていうのは少しちょっともたつきがあります。やっぱりあの動いてるものを追うわけではないので少しねこうためらいがブブピタブブピタみたいな感じでオートフォーカスの動き方っていうのがね変わるっていうところがちょっと気にはなっております。まあそれはカメラの性能だったりもあるのでまた一概には言えないんですけど、僕が使った感じではそういった印象を受けました。であと一つですね、今これ撮ってるんですけど実はねずっとレンズ駆動音が聞こえるんですよ。ちょっと聞いてみましょうか。そのロードのねワイヤレス GO 少し当ててみます。はい、どうでしたでしょうか。カリ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 っていうのがねずっと聞こえてるんですよ。なのでこれを使う時っていうのはもしかしたら以前使ってたねこういったロードのビデオマイクロみたいなカメラ側に直接取り付けるようなマイクの場合っていうのは音を拾ってしまうかもしれません。なのでそういった部分っていうのは気をつけなければいけないかなと思います。僕は今こうやって使っているロードのワイヤレス GO みたいにピンマイクでこの自分の声だけを取るんでしたら、まあ、駆動音っていうのは気にならないと思うんですけども、まあ、こういったね取り付けの時にはちょっと気にはしたいところですね。はい、ではね、このシグマ 16mmF1.4 を使って少しだけね作例の方を撮ってみたので、ご覧になってください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。今日はねシグマの 16mmF1.4 使ってみました。そうですね、なかなかねこういった広角で F1.台のレンズっていうのはそこまでねソニーのレンズでもないんですよね。それこそ冒頭にもお見せしたねこういった 16mm の F2.8 っていうねパンケーキレンズ、こういったものしかねあまりなかったんですけど、まあ、ソニーの純正ではなくてこういったシグマサードパーティーのレンズっていうのを使うことでこの広角でなおかつ F1.台で背景のボケ感をしっかり出すといったようなことができるようになりました。 あともう一点ですね、レンズの中にブレ補正がついておりません。なのでハンドヘルドで撮る場合っていうのはボディ内手ブレ補正に頼らざるを得ないという感じになってしまうので、その辺はねやはりこうブレ補正のある α6500 とか6600とか、そういったねカメラを使うのがまあ好ましいんではないかなと思います。ただまあ広角なので
僕も6300手ブレ補正ついてないんですけど、まあ、それでもまあ比較的問題なく、まあ、取れるんではないかなとは思いました、うん、まあ、気になるっちゃ気になるんですけど、ただまあ広角な分そのブレっていうのがあまり目立たないという部分も出てくるので、気にならない方はそのまま使うこともできるかなと思います。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではミッチーでした。バイバイ。